はい、皆さんこんにちは、しらたんです。と今回はすっぴんでのオープニングになってしまうんですけど、たくさんリクエストがあったジェリーの1月号の付録を使ってメイクをしていきたいと思います。まだちょっとこれ開けていないので、装置とか最初に紹介しながら、それが終わってからメイク始めていきます。ではレッツゴー。はい、ということでジェリーの1月号の付録を装置していきます。はい、こんな感じで3つ入ってます。まず1番目から紹介していきます。開けてみるとこんな感じです。中は繰り出し式になっていて、ペンシルアイライナーになってます。芯は結構太めかな、そんなに極細ってわけでもない感じです。手に出していきます。お、結構色つきますね。今そんなに力入れてないんですけど、こんぐらい色つきました。ジェットブラウンっていう色味らしくって、真っ黒ではないです。ちょっとなんかブラウンがかっているので、すごく使いやすいかなとは思います。でこうこすってみると、ちょっとやっぱり薄くはなってしまうんですけど、まあ上からなんか黒のアイシャドウとかでカバーしてあげたら良くなるかなとは思います。はい、続いてこの一番下のコンシーラーを出していきます。こんな感じで、これも繰り出し式になっているんですけど、ちょっとわかりますかね、すっごい細かいんですけど、ラメがちょっと入ってます。なんかちょっとシマーな感じになってます。コンシーラーっていうよりかはなんかクリームハイライターみたいな感じかなと思います。ちょっと手に塗ってみます。はい、こんな感じです。色味も私肌が黒いので、ちょっと白っぽすぎるかなとは思います。うん、なんかハイライトですね多分コンシーラーにはちょっと使えないかなっていう感じはします。鼻筋とかに塗っていくのならいいかなとは思います。はい、でラストこちらです。はい、では開けます。オープン。こっちが6色アイシャドウで、この2つがジェルアイライナー、これがリップ&チークだそうです。ブラシもちゃんと入ってます。まずアイシャドウから装置していきます。はい、アイシャドウ塗ってみるとこんな感じです。結構全部発色がいいなと思いました。でも少しだけ粉が固まっちゃう部分が出てきてるかなと思います。まあ、でも普通に色合いも可愛くって、発色もとてもいいし、アイシャドウ自体も柔らかくなってます。次アイライナー出していきます。せっかくなんでこの付属のブラシを使って出していきます。まず上から取っていきます。はい、出してみました。こんな感じです。そんなに思ったよりも濃い発色じゃなかったです。でこれも細かいラメが入っててシマーな感じになってます。すごい綺麗な色ですね。なんか別にアイライナーとしてじゃなくて、アイシャドウとして使えそうな色味になってます。続いてこの下取っていきます。はい、下のブルーかな、ブルーのアイライナーはこんな感じです。結構なんかネイビーがしっかりわかるような色味になっていて、これは結構発色がいいかなと思いました。これもちょっとなんかワンポイントになりそうで可愛いです、色味がとても。はい、でラストこのリップ&チークを取っていきます。はい、2つ塗ってみるとこんな感じです。結構これも発色いいので、チークに使うってなるとちょっと気をつけて塗らないといけないかなとは思うんですけど、でもとても可愛い色味です。で左の色が意外となんかもうちょっと肌に馴染む色かなと思ったんですけど、結構ピンクが強みのカラーになってます。で右の色もすごい青みピンクで可愛らしい顔になれる気がします。で撮ってみた感じも結構体温で溶けてくれるっていうか、そんなに硬くなくってすごい柔らかいテクスチャーでした。ちょっとリップに使うのは私は抵抗あるかなと思うんですけど、全然チークならまあ薄めに伸ばして伸ばして使えるんじゃないかなとは思います。はい、こんな感じでとりあえずスウォッチが終わったので、次メイクいきたいと思います。カラコンはエンジェルカラーバンビシリーズのヴィンテージブラウンです。いつも通りに下地をしていきます。コンシーラーはいつも使ってるやつを使っていきました。そしてこの今回の付録のコンシーラーはハイライトとして使いました。
これは結構クリームハイライターに近い感じなので、先に中に仕込ませておきます。 T ゾーンと目頭のところに入れていきます。これは結構綺麗に光ってくれたので、ハイライトとして使うのがおすすめかなと思います。そしたらこのパウダーを筆に取ってポンポンポンとしてから軽く重ねていきます。眉毛はいつも通り描いていきます。最近はパウダーで仕上げるのが好きです。眉毛はこんな感じです。はい、そしてこの主役のパレットの登場です。明るい色をアイホール全体と涙袋に入れていきます。そしてこのジェルアイライナーを二重幅に塗っていきます。これ結構綺麗な色味だったので、今回はアイシャドウとして使っていきました。下まぶたにも塗っていきます。そしてこの色味だけだとちょっと腫れぼったく見えてしまうので、ネイビーを目尻に重ねていきます。結構ドバってついてしまうので、薄く調節しながらつけていってください。そして付属のブラシにとって、下まぶたに目の際全体に入れていきます。そしてこのラメがギラッギラ入った色味を目の中央にのせていきます。こうすることで目に立体感ができます。こんな感じです。そしてこれも付録のペンシルアイライナーを粘膜と目尻を描いていきます。黒目の下にも入れていくと目がでかく見えます。そしてこの色味をブラシにとってより防止のためにポンポンポンと重ねていきます。そしてパウダーファンデーションでこのアイシャドウのベタつきをちょっと抑えていきます。なるべく薄めにのせていきます。はい、そしてこのチークの登場です。一度チークを取ってから手の甲とかで色味を抑えてから塗るといいと思います。そしてこのマスカラを慎重に塗っていきます。アイメイクはこんな感じです。そしてこのマックのコスモと色を塗っていったら完成です。はい、ということでこんな感じで完成しました。
このジェリーのフルク結構いろんな YouTuber さんが紹介していて、でその YouTuber さんのメイク動画見ててもこういう赤っぽい色味を使ったメイクをしてる人が多かったので、私は今回ちょっとこっちの、これジェルアイライナーなんですけど、ジェルアイライナーをメインにしたブルーっぽいネイビーっぽいメイクをしてみました。ネイビーのメイクってやったことがなかったのでちょっと不安だったんですけど、いい感じにはなったかなという気がします。ポイントとしてはこの上の部分を今回全体的に二重幅に塗っていったんですけど、これだけだとちょっと目がぼやっとしてしまって腫れぼったいような感じに見えてしまうかなと思ったので、この下のネイビーのジェルアイライナーを薄めに取ってこの目尻のところに入れてみました。コイルを目尻に持ってくることで目が締まるので、このブルーのアイライナーを使ってもちゃんと目がパッチリ見えるかなと思います。でこのペンシルアイライナーもすごく描きやすかったし、結構発色も良かったのですごく気に入りました。でこのコンシーラーはやっぱりちょっとクマを隠すっていうのではちょっと向いてないかなと思ったので、今回ちょっと目のこの部分と鼻筋とおでこに入れたんですけど、結構いいかなと思いました。コンシーラーとしてではなくてハイライトとしては、こう光が当たると自然に光ってくれるのでいいかなと思います。このチークもそんなに濃くは入れなかったんですけど、でも思ったよりも結構調節できるかなと思いました。最初にここに出した時はちょっと濃かったので大丈夫かなと思ったんですけど、一回取ってでこういう手とかでポンポンポンってやってからこうつけると、意外とそんなにめちゃくちゃ発色するってわけでもなかったので、すごく使いやすいかなと思います。はい、こんな感じで今回はジェリーの1月号の付録を使ってメイクをしてみました。本当に今回の付録めちゃくちゃ豪華だなと思います。でどれも結構使えるものばっかだったので、今回はこんな感じのブルー中心のメイクをしてみたんですけど、もちろんこういうローズブラウンっぽい色味とかを使ってメイクをしていきたいなと思ってるので、またいろんなメイクを発見しながら楽しんでいけたらなと思います。雑誌もついてこのメイクも3個セットで840円買えちゃうのですごくお得だなと思います。結構このジェリーとエモダのコラボの付録って話題になっているので、気になった方は早めにチェックした方がいいかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。